私たちはやっぱりリサイクルが主軸の会社ですんで、そのリサイクルがあってこその大坪だと。建設資材をはじめ農業肥料など環境資源リサイクル事業を展開する大坪 GSI 株式会社、福岡県柳川市に本社を構え、地域とともに成長してきた会社です。昭和41年、私の父が創業しました。この創業した当初は、土木資材、これの運搬ですね、それから採石、これを製造販売していこう。順調に業績を伸ばしていましたが、平成2年、会社は転機を迎えます。やっぱこれからリサイクルの時代が必ず来るという、その先見の明で、リサイクルに踏み入れただけじゃなくて、そのリサイクルの商品を使った製造メーカーに変わったと、ここがやっぱりうちの大きな転機だったのかなというふうに思います。リサイクルを軸とした事業展開が功を奏します。農業分野にも進出し、肥料の開発に成功。そこで注目したのが糸島の牡蠣でした。糸島ってやっぱ牡蠣がね、すごく有名で美味しいって言われてますが、この年間800トンの牡蠣の殻をどうにかならないかと、皆さんのお知恵を借りて、そして一昨年からその牡蠣殻を使って農業肥料というものを作って販売を開始しました。そして地域の困りごとにも、柳川の地域っていうのはやっぱこう竹、荒廃竹林っていうのがすごく問題になってます。竹を私たちが買い取って、それを、みんなが口にする食料に加工していこうという取り組みを今年から始めました。また地元柳川高校とのコラボ商品の開発にも挑戦。環境分野ではガラスをリサイクルした人工軽石やインテリア商品を手掛け、柳川から全国へネット販売でさらなる市場拡大を狙います。何か皆さんのお役に立てないかと常に考えています。でそこの中で皆さんたちのニーズを形にして、これ地域を巻き込んだビジネスチャンスを作っていく、それをものにしていくというところをこれからもやっていきたいというふうに思っています。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。